ヘンリコ・ブルンジースは、南アフリカパール出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルの自己ベストは9秒97の、元南アフリカ記録保持者。2015年7月5日、ラショードフォンで開催された、レジスプリントインターナショナルの男子100メートルにおいて9秒97の南アフリカ新記録を樹立。サイモン・マガクウの記録を0秒01更新し、 10秒の壁を破った南アフリカ史上3人目の選手となった。2015年8月、北京世界選手権の男子100メートルで世界選手権デビューを果たすと予選を10秒07の組3着で突破して準決勝に進出した。男子400メートルリレーでは予選において1層を務めたが2層のアナソ・ジョボドアナとのバトン交換に失敗して途中棄権に終わった。 2016年5月29日、ガバルドで開催された、ガボルドミーティングの男子100メートルにおいて9秒89をマーク。これは、追い風参考記録を含むすべての記録を通じて、南アフリカ人初の9秒8台だった。2016年2月、ブーマと契約したことを発表した。2016年8月、リオデジャネイロオリンピックの男子100メートルで、 オリンピックデビューを果たしたが、自己ベストには、ほど遠い十秒三十三で、予選敗退に終わった。二千十八年四月、英連邦競技大会の男子百メートルでは、同じ南アフリカ人の赤に新ビネに敗れたものの、十秒十七をマークして、銀メダルを獲得した。また、一層を務めた四百メートルリレーでは三十八秒二十四の南アフリカ新記録を樹立しての、 銀メダル獲得に貢献した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。